エゾシカ。エゾシカ、エゾジカ、学名、ケルブスニッポンイソンシスは、北海道に生息するシカの一種。シカカシカ族に分類される日本ジカの亜種である。北海道全域に分布する。日高地方、十勝地方、釧路地方、根室地方、オホーツク地方など雪の少ない道東、道北の一部に限定的に生息していたが、1990年代。 以降は、空地地方、ルモイ地方、石狩地方土西部地域への分布拡大が進んでいる。東道町百四十から百八十センチメートル、お長約十三センチメートル、体重は、オスで九十から百四十キログラム、メスで七十から百キログラム、最も重いもので百七十キログラムに達する個体も、いる。日本地下の亜種の中では、最大級の大きさで、 小型の薬師化と比較すると2から3倍の重さがある、ベルクマンの法則。体重や死亡組織の体積は秋に最大となり、こうした特徴は多節寒冷環境への適応と考えられる。体毛は夏毛が茶色、冬毛が肺褐色で、伝部光面は季節問わず白色。葉の数は、摂氏は上になく下は6本、剣士は上が2本下2本。 全九子は上六本下六本、後九子は上六本下六本の合計三十四本。入頭数は胸部と腹部にはなく、素形部に体の合計四個。ひずめ数は各種とも、主ひずめ一体、副ひずめ一体。オスのみが有する角もまた、他の日本鹿の亜種よりも大きく立派になる。角は、毎年四から五月に根元、角座から外れ落ち、 お近く、その後に、柔らかな田んぼうが密生する、角、袋角が生え始め、9月頃には、硬い石灰質の角に成長する。低地から、山地の森林に生息し、特に草原や牧草地との林園を好む。夏と冬に、規則的に移動する個体と年間を通して、同じ地域に泊まる個体がおり、1 0 0トル以上、移動することもある。 基本的に雪の少ない森林で越冬する。北海道の調査では、道内には1000所近くの越冬地が存在することが明らかになっており、中には千頭ものエゾシカが集まる大規模な越冬地も確認されている。基本的に森林などの自然度の高い環境に生息するが、農地といった人間に近い環境を生活の場とするものも多い。さらに、 学校や市街地などの都市部に出没するエゾシカも増えている。石狩館内では市街地にエゾシカが出没した件数は2010年度だけで50件を超えている。ラウス町の市街地ではエゾシカが普通に徘徊し出産、子育てをしている。日本自家のアジュの中でも体格が大きいエゾシカは1日に2の5キログラムもの植物を食べる。 植生は季節によって変化があり、夏季には、草本や牧草、餌が不足する冬季には、さ類や樹皮などと幅広い、農作物や道路の利面の植物を食べることも多い。また、採食する植物の種類も多様で、適応能力の高いジェネラリストといえる。ただし、半根草や、復帰草などのあまり、エゾシカが好んでべない植物も存在する。一夫多再生で、 オスは縄張りの中にハレムを作り生活する。特にエゾシカは他の日本ジカの足よりも明確なハレムを作る。誘導詞の争いに勝ち抜いたオスジカはハレムのリーダー、ハレムブルとなり、群れのメスと繁殖ができる。交尾期は10から11月だが、一頭のオスが交尾できる期間は10日ほどで、1日数十回交尾する。平均妊娠期間は約230日で、 翌年の6月初めから7月にかけて出産する。2歳以上のメスの妊娠率は90%以上で、自然増加率は年率15から20%と見積もられている。生まれたばかりの小鹿の体重は約6キログラムほどだが、生後4ヶ月で5 0ラムまで成長する。平均寿命は3から4年で、最長20年近くまで生きる。主要な天敵はヒグマで、 かつては、エゾオオカミも、エゾシカを捕食していた。近年のエゾシカの増加に伴い、ヒグマに捕食されるエゾシカは増える傾向にある。ヌタバと呼ばれる、湿った窪地に体をこすりつける動作を行うことがあり、これは体に付着する、寄生虫を落としたり、体を冷やすためだと言われている。エゾシカの学名ケルブスニッポニエソンシスのうちの、アシュメイエソンシスは、エゾ、 北海道のを意味する。日本にはエゾシカの他に本州ジカ、九州ジカ、ヤクシカ、ツシマジカ、ケラマジカ、マゲイジカと合わせて7種類の日本ジカのザイラヤ種が生息する。過去にはエゾシカは中国に分布する大陸ジカ、ケルブス・ホウショロレムと同種として扱われていたこともある。エゾシカと本州ジカは形態的に差異があり、生息地は ブラキストン線と呼ばれる境界によって明確に分かれているが遺伝的には区分できないとする研究もある。いくつかの歴史書にはエゾシカが津軽海峡を泳いで本州へ渡ったという記述がある。また一時的にエゾシカが絶滅の危機に瀕した時期に数頭の本州地下を北海道に持ち込み各地に放したという記録もある。こうした断片的情報から エゾシカと本州ジカが歴史上のある期間に交雑してしまっている可能性も指摘されている。養子化業のためにイギリスからアカシカが北海道に導入されたこともあり万が一策から逃亡した場合、エゾシカと交雑する恐れがあるため多種のシカの導入には注意を要する。開拓が始まる以前の北海道は原始の森に覆われ、 三夜に満ち溢れるほどのエゾシカが生息していたとされる。エゾを探索し、北海道と名付けた松浦武四郎は、著書、東エゾ日誌の中で一面に広がるエゾシカの大群に驚愕した体験を記している。開拓が進むとエゾシカは、明治初期に多くが狩猟され、1873年から1878年までの間に57万頭以上が捕獲された。 この大量捕獲は、明治政府が北海道開拓の資金を稼ぐ目的で進めたもので、当時はエゾシカの肉や皮が様々な国々に輸出された。同時に農地開墾や木材生産のため生息地となる森林が伐採され、消失した。さらに、1879年の記録的な豪雪がエゾシカを襲い、 日高の向川地区では7万5千頭のエゾシカが死亡したという報告がある。こうした乱獲と大雪、生息地の破壊により、エゾシカは絶滅寸前となったエゾシカ大量死。このようなエゾシカの大規模な現象は1870年代以前にも何度か発生したことがご記録に書かれている。エゾシカの現象を危惧して、1890年から1910年まで、 禁漁措置が取られたが、狩猟が解禁されると再び大雪が、エゾシカを襲い、1920年に再び禁漁となった。その後も太平洋戦争などの戦乱により社会は大きく混乱しながらも、1890年から1956年にかけて乱獲と禁漁が繰り返された。 1800年代後半から1900年代前半にかけての大量死の危機を免れた一部のエゾシカは、主に、日高山脈、薬、大雪山脈、薬、アカンの産経に生き残った。1957年には、オジカの狩猟が解禁され、家領区は年々拡大したものの、メスジカの狩猟は禁止されていたため、戦後からエゾシカの個体数は回復し始めた。 1978年からメスジカの駆除が行われ、1994年にはメスジカの狩猟が解禁となったにもかかわらず、個体数の増加は続いた。特に個体数が劇的に増加したのは1990年代にかけてである。赤に生き残った個体群は北部や西部へ、大雪の個体群は東欧や東北へ数を増やしながら分布を拡大させた。また、 日高や石狩地方などではその地域にもともと生き残っていた個体が個体数を増させたと見られている。一方で、大島半島といった道南では2000年代になっても個体数が少ない状況が続いているが、急増する兆しも指摘されている。2010年度には北海道全域における生息数が約65万頭と推定され、戦後最多の状態となっている。 こうした一連の個体数増加の要因として、冬季にも樹冠が覆うトドマチ植林地の増加が越冬地として機能したこと、主要な餌場となる農耕地の拡大といった土地利用の変化が挙げられている。これらの背景を踏まえ、牧草地や植林地に代表される北海道でよく見られる人工的な自然環境が、結果的にエゾシカを飼育している状況を生み出しているという指摘もある。 絶滅危機の時代以降から現在までに、越冬地の積雪期が長期化するとエゾシカの大量死亡が生じることはあったが、近年は暖冬傾向が続いており、自然死亡率は低いと考えられている。また、エゾシカの天敵の一つであるエゾオオカミの絶滅もエゾシカ増加に影響しているとする意見もある。一方で、未知成分におけるエゾシカの分布拡大といった、 近年の動向については、狼の絶滅では、説明ができないとの指摘もある。全動的なエゾシカの個体数の増加の他にも、エゾシカが導入された、小規模な島などの閉鎖的環境では、生息数の爆発的増加が報告されている。また、急激な生息数の増加の後に、餌不足などの要因により、今度は急激な個体数の減少、個体群崩壊、 クラッシュが発生することもあり、増加と減少を繰り返す、個体数の変動が確認されていい。東野湖に浮かぶ中島では1950年代から1960年代の間に持ち込まれた合計3頭、u 1頭と、メス2頭が20年後には300頭まで増加している。同様に、奥尻島では、明治11の12年に6頭が放築され、 約20年後に3000頭という凄まじい数に大繁殖した。その後、駆除が行われて、奥尻島内の個体群は絶滅している。また、エゾシカが高密度に存在する、知床岬でも、個体数の増加と減少が観察されているが、全体的には、大幅な減少とはならず、主に若い個体が死亡したこともあってエゾシカの少子、高齢化が進んでいるとの報告もある。 個体数の爆発的増加に伴い、農林業被害や交通事故といった人間経済への被害、そして採食活動による森林や高山植物などの生態系破壊が深刻化している。もはやエゾシカの問題は北海道の経済と自然を脅かす社会問題となっており、災害とまで言われている。農業や林業への被害は主要なエゾシカ問題となっている。 農林業被害のほとんどは農作物被害が占め、そのうち半数近くが牧草の被害である。食害が確認されている農作物はトウモロコシ、小麦、天才、バレーショ、豆類などで牧草はアルファルファなどで被害が発生している。1955年には2000万円だった農林業被害額は1976年に1億円を 突破してから急速に増加し、1996年に50億円に達した。その後一時は減少したが2009年に再び50億円を超え、2011年に64億円に達した。知床では、市街地に出没したエゾシカが民家の庭木や家庭菜園を荒らす被害も起こっている。また、食害の他にも、牧草地に落ちているエゾシカの角によって、 トラクターの走行が妨害される事例もる。北海道全域でエゾシカと自動車、鉄道との衝突事故、ロードキルが多発している。自動車との交通事故は年間1800件以上、JR 北海道管内で列車の遅延回数は年間2800件以上が発生している。産地では野生のエゾシカが頻繁に見られ不意に車道や線路上に飛び出てくるため、 至るところにエゾシカ飛び出し注意の道路標識が設置されていたり、路面にシカ注意の道路表示がされていたする。エゾシカの体格が大型であるために人の死亡事故が起きることがある。もし自動車で道内の道路を走行中にエゾシカが飛び出してきた時はシカを避けようとむやみにハンドルを切らずにブレーキを踏んで停止すると良いとされる。コシカとの衝突を覚悟した方が 結果的に安全となることも多い。車に衝突した鹿がフロントガラスを破り車内に飛び込み乗車していた全員が死亡するなど痛ましい事故が毎年のように発生している。交通事故以外にも空港の敷地内にエゾシカが侵入して飛行機の離着陸が見合わされる事態も発生している。また鉄道敷地内に入り込むことにより列車のダイヤに遅れを生じることも多い。 エゾシカによるミヤコザサや、クマイザサなどのササルや、双本の菜食、おひょや、春ニレなどの紅葉樹に対する木化はギ、そして踏みつけによって、北海道の各地で植生が破壊されている。大雪山系では、ヤマグワ、コクワ、ヤマブドウ、ツルウメモドキ、ミヤママタタビなどの果実類も食べられている。知床の知床スミレやユーバリダケのユーバリ草に代表される、 高山植物、キリタップ出現のエゾ肝臓やシュンクニタイのハマナスなどの限られた環境に生育する貴重な植物も被害を受けている。エゾシカが高密度に生息している森林で台風などによる風等が発生するとエゾシカが知事を食べてしまい森林の回復が大きく遅れてしまうといったように森林更新そのものに影響を与えている事例もある。また、 エゾシカの踏みつけや採食により、草地の衰退とともにラチカが進み、土砂の流出や落石も発生している。エゾシカ古代群が過剰な密度にまで成長して、環境収容力を超えている東野古中島では、ススキ、エゾニュー、大イタドリ、ヨブスマソウなどの高系草本や笹群落が消失し、森林植生は壊滅的打撃を受けている。ここまで、植生破壊が、 深刻化すると、鹿が届く高さにある下枝が一様に食い尽くされ、ディアライン、ディアーライン、ブラウジングラインとも言うが形成され、こうして食べ尽くされる植物がある一方で、ハイイヌガヤ、フッキソウ、ハンゴンソウ、フタリシズカ、ミミコウモリ、外来種のアメリカオンディアザミといったエゾシカが好まない、不思考性植物家が繁栄し、北海道の植物群落が大きく、 改変されてしまっている。さらにこうした植生構造の変化と関連して、植物と相互的につながりのある昆虫へ影響が拡大する可能性も指摘されており、北海道の生態系全体の問題となっている。エゾシカにはシュルセマダニやヤマトマダニ、フタトゲチマダニなどの6種類のマダニが寄生していることが報告されている。 エゾシカの分布拡大とともに、これらのマダニも今まであまり見られなった地域に分散していくことが懸念される。マダニは噛まれる被害だけでなく、ライム病やダニ媒介性能炎、急熱の媒介者となるため、注意を払う必要がある。また、ヒル状吸虫化に属する吸虫のカンヒル、カンテ鉄が寄生していることがあり、糞便中に卵が排出され、 牧草を回収しにも感染が拡大する。海外で問題となっているプレオン病の一種である慢性症耗病、CWD も野生もしくは飼育下のエゾシカに発生する危険性があるが、今のところ報告例はない。2010年に宮崎県で皇帝液が大流行した際、北海道では増大しているエゾシカが感染の媒介薬となる可能性が心配されたが、 鹿を含めた野生動物が感染するリスクは相当低いとされている。基本的にエゾシカは臆病な性格だが、発情期のオスや子育て中のメスは攻撃的になる。オスの大きな角は非常に危険なのはもちろん踏みつけによる攻撃も人を負傷させるのに十分な威力を持つ。海外では鹿による人への攻撃行動がたびたび報告されているが、 北海道の羅臼町でも犬を散歩させていた女性がエゾシカによる攻撃を受けて負傷する事件が発生している。エゾシカが引き起こす問題に対して、飼料の奨励、管理捕獲、有害駆除、侵入防止策、危機材、爆音機といった様々な手法が試みられている。通常行われる飼料の他に個体数を削減するために管理捕獲。 有害駆除が実施されており、2012年度の捕獲数は狩猟と有害駆除を合わせて約14万4000頭となっている。北海道のエゾシカの狩猟期間は基本的に10月1日から翌年に1月31日までだが地域によって過量期間が多少異なっている。エゾシカの個体数を抑制するにはハンターの存在は欠かせないが、その一方で 現在の日本では高齢化や銃をめぐる世論の厳しさからハンターが絶滅に瀕していると比喩されるほどハンターの数が減少している。こうしたハンターの不足を補うため、狩猟免許取得に関する助成や支援がされており、2009年度から狩猟免許受験者は増加している。特にくくり罠の需要が増えている。地域独自の取り組みも行われており、西尾コッペ村では2004年より、 独自の領区を解説してガイド付きのハンティングを実施している。一方で、ハンターに多くを依存する方法では、個体数をコントロールできないとして、趣味の資料とは別に、個体数調整を目的とした専門の人間による、駆除、カリング、カリングの導入が施行されいる。例えば、絵付けして1箇所におびき寄せた群れをまとめて撃つという、アメリカで開発された、シャープシューティングや、 自衛隊の協力による駆除活動といった新しい手法が試験的に実施されている。また、従来は法律で禁止されていたエゾシカの活動が活発になる。夜間の発砲による駆除も検討されている。市街地では銃が使えないため麻酔の吹き矢でエゾシカを捕獲している。このような狩猟活動に関連してハンターによって撃たれ放置されたエゾシカを食べた。 オジロワシや大わなどのワシ類が銃弾の鉛中毒で死亡する事例が1990年代後半に数多く報告された。そのため、北海道では映像カに限らずすべての狩猟において大型銃捕獲用の鉛製のライフル弾及び三弾の使用を禁止している。また、ハンターによる法律違反行為が問題になることもあり、時には誤射や暴発による 死亡事故も過去に発生している。こうしたエゾシカを殺すという解決策に対して、動物愛護団体や一部の人間による反対意見もある。東屋湖中島の例では、観光、森林保護、研究といった様々な立場から、シカの駆除を支持する者と保護を訴える者が激しく対立し、マスメディアの大きな注目を浴びたことが過去にあった。 世界遺産の知床のトラスト地では、当初エゾシカを排除しない森づくりを目指し、柵などの設置を進めたが、植生被害が後を絶たなかったため苦情を認めざるを得なくなった。エゾシカが一定の区画に立ち入れないようにする柵、高さ2.0から2.5メートルの設置は、一般的によく用いられる手法である。夕張岳では、高山植物をエゾシカの食害から保護するために、 電気柵の設置を試み入る。他には、エゾシカと車の衝突を防止する目的で、シカ用の横断通路と併用して、フェンスが利用される。こうしたフェンス対策は、物理的な侵入防止効果の他に、最植圧や等圧から生き残った、毎度種子による柵内の植生回復が見込める。北海道に設置された対エゾシカ用の侵入防止策の総延長は、 2004年度には3 1 8 2トルを突破した。北海道では1900年頃に絶滅した狼を再び北海道の自然に放つことも鹿の個体数を抑制する方法として注目されており、日本狼協会が中心となって狼の再導入が提案されている。しかし、自然条件、狼に対する地域の自然の収容力、他の生物への悪影響や、 社会的な観点、家畜に対する攻撃、狼管理のコストから難しいとの意見もあり、実現には至っていない。昭和62年頃からエゾシカによる農林業被害の増加が顕著になったため、平成6年度にエゾシカのメスが、狩猟獣に指定された。しかし、当時のエゾシカ領解禁について、無計画な狩猟は再び、 エゾシカを絶滅の危機に追いやるのではないかという批判がいくつも寄せられた。そこで、鳥獣保護法の改正に先駆けて、平成10年に、同等地域エゾシカ保護管理計画が策され、科学的な個体数管理を目指す動きが始まった。現在では、エゾシカによる問題を解決し、エゾシカと人間が共存する社会を実現するため、北海道は鳥獣保護法に基づき、 エゾシカ保護管理計画を策定して対策に当たっている。北海道のエゾシカ保護管理体制は、モニタリングによって個体数の増減動向を把握しながら、捕獲圧を調整する順応的管理、フィードバック管理を採用していい。この計画では、ライトセンサス、ヘリコプターによるカウント、ハンターによる捕獲数と目撃数、エゾシカに関連した交通事故数、 農林業被害額などに基づいて、個体数指数を推定し、その個体数指数に応じて、緊急減少措置、持続的利用措置、全増措置、緊急保護措置の4段階の管理区分を設定している。そして、飼料規制、飼料の期間、狩猟者1人1日あたりの捕獲数、捕獲対象性別の制限など、モニタリング、有効活用の提案。 計画推進体制の整備に取り組んでいる。また、エゾシカ保護管理計画を科学的知見に基づき推進するため、学識経験者からなるエゾシカ保護管理検討会を設置している。2010年4月からは、地方自治体や大学からなるエゾシカネットワークと呼ばれる協議会組織が設立され、効果的な捕獲技術の開発や人材育成といった事業を展開している。 さらに、北海道庁の関係各部の連携のため2010年にエゾシカ緊急対策本部が立ち上げられ、2011年度からは、北海道庁の環境生活部に職員14名からなるエゾシカ対策室が新設された、あと、エゾシカ対策課に名称が変更されている。地方の管理活動としては、知床ではエゾシカワーキンググループを立ち上げ、 知床半島エゾシカ保護管理計画に基づいて、エゾシカの保護管理を進めている。東野湖の中島では1983年の東野湖中島エゾシカ問題検討会の開催から1999年の中島エゾシカ個体群管理計画の策定、そして2012年の東野湖中島エゾシカ対策協議会の発足が、まとめれるまで様々な右与曲折を経ながらも、世界でも、 例のない研究や活動が実施されてきた。エゾシカ一頭からは約2 0ラムほどのシカ肉、ジュビエが得られる。シカ肉は高タンパク活性脂肪で牛レバーと比べても鉄分も多く含まれており栄養学的に非常に優れた食品であると評価されている。北海道ではエゾシカを地域固有の資源として有効活用する取り組みの一環として この鹿肉を流通させる試みが、官民一体となって行われている。1999年には、行政や領友会、食肉業者、農協関係者が結集し、エゾシカ協会が発足された。また、2010年10月からは、毎月第4週の火曜日を鹿の日と定め、需要拡大に取り組んでいる。従来、肉の利用は、刺しやもみじ鍋に限られていたが、 2000年代からはハンバーグや加工製品などを使った料理がご当地グルメとして普及し始めており、さらにスーパーマーケットやコンビニエンスストアでもエゾシカ肉の関連商品が販売されている。商品はハンバーガー、ソーセージ、カツカレー、おにぎりなどバラエティに富む。人間が食すのには適さない肉や内臓はペットフードに活用されるなどしている。 流通している鹿肉は、養子鹿牧場で一定期間飼育されたものと、ハンターによって狩猟され直接に処理施設で処理されたものの2種類が出荷されている。一方で、食用として有効活用されるエゾ鹿は、狩猟もしくは駆除されたエゾ鹿全体の13%ほどしかなく、平成21年度、課題となっている。鹿肉は、カンヒル、イーガタカンエン。 食中毒などを引き起こす健康に悪影響のある病原体を保有していることがある。しかし、エゾシカは家畜ではなく野生動物であるため、土地区情報の対象動物ではなく、個体ごとの検査が義務付けられていない。ハンター個人が捕獲し処理したシカ肉の場合は特に注意が必要で、生肉の接触は絶対にしてはいけない。 北海道庁ではエゾシカの捕獲から解体に至るまでの衛生的な処理の方法について具体的な基準を定めたエゾシカ衛生処理マニュアルを2006年より作成・公表している。また、エゾシカ協会では安全なシカ肉を流通させるためエゾシカ肉推奨制度を発足させ厳しい衛生基準をクリアした処理工場の製品にのみ推奨マークの使用が 認められている。なお、エゾシカは草食性なので、北海道で見られるエキノコックスの心配はない。エキノコックスは、基本的に餌となる肉を経由して、肉食動物や雑食動物に寄生する。従って草や木の皮を食べるエゾシカにはエキノコックスが、感染する、可能性は考えにくい。キタキツネなど感染した動物の糞尿がついた。 植物を口にする可能性はあるが、これまでに牛アエゾシカにエキノコックスが感染した例はない。もし仮に感染したとしても、エキノコックスは肝臓に寄生するので、肝臓を食さなければ問題はないとする見解もあるが、肝臓にはカンヒルが寄生していることがあり、十分な加熱調理が必要である。食肉としての活用のほかにも、エゾシカ側を使った。 バッグなどの革製品やエゾシカの角を用いた加工品の製造、販売もされている。炭、袋のなどを競争材に用いることもできるが、北海道のエゾシカが医薬資源として活用されることは法的な問題からほとんど行われていない。これら有効活用が実現できれば、経済効果は約150億円に達するという試算もある。アイヌ語でエゾシカは、 ゆく、獲物の意味と呼ばれるが、ゆくの意味は幅広く、食料として利用されたクマや、タヌキなども指す名称である。さらに地方ごとに、鹿の性別や年齢によって、細かく呼び分けていた。北海道には、エゾシカにちなんだ地名がいくつかあり、例えば、南フラノ町のイクトラ、ユクトーラシペで、鹿が登る川の意味、門別町のイクチを、イクチセレ、鹿、家の意味、 鹿をいちょう、くてしで、鹿を狩るための柵がある土地の意味などが挙げられる。アイヌにとってエゾシカはほとんど主食と言ってもよく、弓矢や犬を用いたり、崖や水中に追い立てたりして狩猟した。内臓は、生で食べ、膀胱は脂肪を溶かした、鹿油を保存する入れ物として用した。また、角は熊や怪獣を狩るための槍や農具に、毛皮は防寒着に使用し、 陰景は占いに利用したという。エゾシカが著しく減少した。明治初期には、餓死するアイヌも現れ、狩猟生活から農耕生活へ転向するものが増えた。アイヌは、イオマンテなどの儀礼にエゾシカを用いることはなかった。また、アイヌ文化においてはシカそのものの神、カムイは存在せず、行くころカムイ、シカを司る神と呼ばれる神が、 人々の祈りに応じて地上に鹿を放すものだと考えられており、同様の考えはアイヌの重要な食料魚だった鮭でも伝えられている。鹿が獲れた際は、ゆくころかむいにかむいのみ、神への礼拝を捧げ謝意を表すのが習いであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。